それでは2週目のレクチャー行ってみましょう。前回はこのポーズで終わりました。そしたらまた先週の繰り返しで、右足踏んで、クラップ、反対、クラップ、下、クラップ、反対、クラップ。そしたらこの握ってる手を思いっきり右からこうグーッと回してきて、斜めに下ろしていきます。この時に左の足は後ろです。ただこのまま足もう一回出して、右手グーで左の肩に、はい、置いたら手をわーっと広げながら4歩回ります。1、2、3、はい、4。で、4の時にこのまま右手グーしながら上に上げていきます。はい。そしたらこのまま足から行くと、まず右足出して、左、右、キック、はい、していくんですけど、手はそのまま、ちょっと走るのポーズで、右、左、右、上に、パンチ。で、これ反対、左、右、左、ジャンプ。はい。そしたら次、爪が見える方のグー、前に向けながら、右の方に叩きます。トン、トン、トン。トンまで来たら、はい、四つ目からこのグッと上に上げてきて、次反対、左に叩きます。1、2、3、4。はい。これ4つやりながら腰も一緒にお尻を右、右、右。で、左の足少し上げて、反対、左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 。はい、ここまでです。はい、それではさっきのところをカウントで行ってみましょう。じゃ前回のここからいきます。5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight.Start again. There's nothing left to say, so it's enough.